起きたよく寝てたね具合どうこら起き上がんなくていいからてか起き上がれてないじゃんはい寝た寝たなんか混乱してるああ何も覚えてないのね とね、夜さあんた帰ってくるの遅いなって思って LINE 入れても既読つかないし電話出ないしこれちょっとヤバいんじゃないのって思ってとりあえず駅の方まで迎えに行ってみようって家出ようとしたらドア半分しか開かないのなんでだと思う ドアの前にあんたが転がってたからあんたさ家の目の前で意識失ってたんだよそうドアの前に伸びてたあんたを回収して着替えさせてベッドに突っ込みましたあたしがあのさ 倒れるなら家入ってからにしてくれない普通に危ないから外寒いし誰にも気づかれず長いこと放置してたらどうなってたかわかんないよなあ頑張って帰ってきて鍵開けようとして力尽きたのか もうインターホン押しなさいよ、そういう時は。家に私いるんだから。頭ぼーっとして何も考えらんなかったそっか。そんなにしんどかったか。いや、別に謝らなくていいよ。うーん。 疲れかな最近仕事忙しそうだったしちゃんと休めてない感じだったし頑張りすぎたんだよ多分 <laughs> よしよしお腹空いてないまあ食欲はないかあ水飲むうん持ってくるよ はい起きられるああ頭痛いねごめんごめんうん支えるからゆっくりねえ今えーっと2時50分夜の。 ずーっと寝てたね私起きてたけどまあ平気だよ明日仕事休みだしあ一応聞いておくけどあんたも明日は休みの日だよねうんよかった まあ出勤日って言われても絶対家から出さないけどあんたすーぐ無理して行こうとするんだから水飲めたはいじゃあコップもらうからあんたは横なっててうん辛いね熱高そうひょっとして 朝からちょっときつかったそっかそっかタクシー呼んで夜間やってる病院行くいいうん分かった明日もまだしんどいようだったら病院連れてってやるからだから謝るなよ ごめんね早く気づいてあげればよかったあんたのそういう限界超えて頑張っちゃうところっていうか私よく分かってたはずなのになあんたさどんなに辛くても無理して普段通りに振る舞おうとするでしょそうやって頑張って頑張って気張ってたのが家着いた瞬間安心して切れちゃったんだろうね とりあえず寝な体休めればきっと楽になるから寒くない寝れそううんえで？仕方ないなぁじゃあ手握っててあげる大丈夫そばにいるから。 寝たはあよかった本当に心臓止まるかと思ったからねあんた見つけた時熱出てるし声かけても何しても反応は曖昧だしこんな夜中まで起きないしもう救急車呼ぼうと思ったらようやく目覚まして本当にもうよかった ななんんでそんなギリギリまで頑張っちゃうんだよあんたが仕事好きなのも知ってるよでもあんたが壊れちゃったらあたしどうすればいいんだよちゃんと元気になったらちゃんと叱るからねだから早くあはは <laughs> り詰めてたのが切れちゃったかな 私もあんたのこと言えないわ今夜はずっと一緒にいるから早く元気になって早く笑ってほしい。